自分が店舗に入らない店舗型ビジネスで従業員の人間関係を良好に保たせる工夫や施策はありますかということです。ユニポスっていう、ご存知ですか？ユニポスっていう、いや、分からないです。サービスがあって、うん、あの何かしました、それに対してありがとうっていうのを、お金にして渡すっていうサービスなんですけど、はい、あのどっちかっていうとあれですね、あのいいねと、あれなんだったっけな、褒める、褒め合うサービス、ね、褒め合う系です、ね、めちゃめちゃありますよね、今増えてます、うん、はい、あの何だったかな、褒めるやつ、ごめんなさい忘れちゃいましたけど、何社かあって僕もそれは知ってるんですけど、まあ、実はあの仕組みはあの相当人間関係に特化してこれやってるとは思うんですけど、はい、あそこまでやっちゃうと僕ちょっとしんどいなと思うんです。あ、なるほど、さすがになんか押し売りじゃないですか、このやってもらったことに関するちょっと押し売り感がすごいん でお金もらえるからやってるだけでしょって思っちゃう。あ、でもまあ大したお金もらえないんで、数円とか、まあ、コインなんで、はい、でも結局あれって何も言わなければやらなかったりして、会社としてこれだけの福利厚生でお金を用意してるから、1週間のうちに必ず何回かはそれを褒めるようにみたいな義務があるじゃないですか。あ、でもちょっと義務っぽくなる人はいます。そうですよね、はい、そう、だから全員 100% うまくいくわけじゃないんですけど、そうですよね、ただ人に関心を持つようになるんで、まあ確かにね、褒めようって思うその意識が働くってことだけが、うんうん、だけでもめちゃくちゃ大事だと思って、うんうん、てるんで、まあ確かにね、はい、そのだから竹田さんおっしゃったマインドの仕組みかと、はいはい、うまくそういう、あ、そうですね、でもそれはマインドの仕組みかだと思います、はい、間違いなくやっていくのがいいんじゃないかなと思いました、はい、それは確かにそう思いますね、はい、はい、それは自分のところのサービスですか？あ、違います、あ、じゃないですね、普通にあの使ってるって感じです、はい、これ僕サービスとしてやったらいいかもしれないですね。だからマインドの仕組みかの中のその一部を切り取ったものが今やられてるじゃないですか、はいはい、さっき言ったハイマネージャーって僕のサービスはそういう感じです、うん、なんでもうサービスじゃあサービスといえばサービスですね、うん、はい、なんか褒め合う仕組みもあるんで、そうですよね、はい、だからその一部に褒め合う仕組みが全然いいと思うんですけど、はい、褒め合う仕組みだけじゃなくてそれこそ意識させる、はい、トピックスをあの、作って、それに対してコミュニケーションする仕組みもあります、そういえば あるんですね、あります、あ、なるほど、じゃあそれを使った方がいいかもしれないですね、はい、なるほど、はい、